道トラック競技は男子 60m ハードル決勝です。この種目の県高校記録は森田君の持つ14秒34、大会記録は松田君の持つ14秒60です。これに向かいます選手レーン順に紹介いたします。第2レーン313番浅川君富岡、第3レーン382番大橋君前橋育英、第4レーン97番関口君桐生、この種目本命のインターハイ出場です。第5レーン70番馬上君中央中等高校総体第2位、第6レーン180番小板橋君農大第2位、第7レーン16番丹羽君樹徳、本日棒高跳びで2位に入賞、第8レーン513番大山君大釜、第9レーン194番東君農大第2位。以上の8名によりまして男子 110m ハードル決勝です。残り